Bonjour! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、Ensemble en Français講師のマティウです。どうぞよろしくお願いします。本日のビデオのテーマは、家族のメンバーですね。フランス語でどう呼べばいいでしょうか。皆さん、すでにご存知だと思いますけれども、お父さんは、le père。Le père. お母さんは La mère. La mère. しかし Père, mère の他にももうちょっと親しい呼び方もあります。 Le père がパパ、直接お父さんを呼ぶときは Père とか言わないですね。 Père というふうに言ったら日本語では父上みたいな呼び方になりますね。今時はあんまり使わないですね。パパと言います。パパパパ。同様にお母さんはママママですね。そしたらおじいさんおばあさん、おじいさん le grand père、 le grand père、 おばあさんLa grand-mère. La grand-mère. 同様におじいさんおばあさんを呼ぶときは grand-père, grand-mère、 ちょっと硬く聞こえますね。なので、親しくパピーマミーというふうに言いますね。おじいさんがパピー、おばあさんはマミーですね。他にはおじさんおばさんがあります。おじさんがロンクル、オンクル、この場合はルオンクルなんですけど、ルオンクル、ちょっとルが省略されてロンクルになりますね。おばさんはラトント、ラトント。さて、おじさんおばさんはもうちょっと親しく、呼びたいときは、オンクルの場合はね、トントン、トントンがオンクルの親しいバージョンですね。トントン、例えばジャックという名前だったらトントンジャック、フランソワという名前だったらトントンフランソワ。同様にラトントの親しい呼び方はタタ、ジャクリンという名前だったらタタジャクリンになるわけなんですね。最後にですね、ちょっと面白い話あります。トントンとタタですね、おじさんおばさん、君のおじさんはトントントンになりますね。トントントン、君のおばさんはタタタ、トントントン、タタタ。面白いですね。さらにあります。トントントン、君のおじさんが何かを刈る、切る、短く切るの刈るなんですね。芝刈り、丸刈りなど、それがトンドラ、トンドラ。なので、君のおじさんが君のおじさんを飼っているとか、ちょっと意味としては変ですけど、その文章はトン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 になります。トン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 。ちゃんとしたフランス語ですよ。トン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 。Merci! Au revoir! À bientôt!